はい、ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も引き続きね、GoPro で、動画を撮っているんですけれども、前回まあね、GoPro で撮った、動画あったと思いますけれど、まあ、実はですね、それ以外にも、ギターのヘッドにつけて、こういう自分の手元が映るような、動画をね、何個か撮ったんですよ、実は。なんですけど、いかんせん音が悪すぎて全然使い物にならない、もう動画として上げられないものばっかりになってしまったので、実は急遽お蔵入りになっちゃったんですよね。でもね、結構いいことを言ってたと思うんですけどね、急遽実はお蔵入りになってしまったので、まあ、もし何かの機会にね、動画配信できるんだったら、させてもらいたいかなって思います。なので今日はですね、普通にギターのヘッドには、特につけてなくて、もう普通に GoPro を置いて、動画を撮影をただいましている状態でございます。まあ、今回はね、音も、まあね、このヘッドにつける、まあ、なんていうかな、ちょっとこの辺に出しておくんですけれども、こんな感じの、クリップを使って撮ったんですけど、なんかね、アンプからの音っていうよりは、ギターのそもそものこの振動をですね、そのクリップを介して GoPro に伝わっちゃってたみたいで、なんかブーンブーンっていう音にアンプの音が乗っかるみたいな、すごい気持ち悪い音で、すげえ聞き苦しい音になっちゃったんですよ。こういうちょっとした、こういう風にギターが叩いた時のちょっとした振動でも、すぐもうクリップを通じて GoPro のマイクで拾ってみたいな感じになっちゃって、もう聞けたもんじゃない部分になっちゃったんですよね。でもね、めちゃくちゃいいこと言ってたから、いつかはまたちょっと撮り直しをして、新たな動画としてね、皆さんにお送りできればいいんじゃないかなっていう風に思ってます。結構いいことを言ってた、どんな話だっけな。まあ、ちょっとその件はまた置いといて、今回はですね、いつも僕がどうやって、楽譜、まあ、レッスンとかでいろんな学生に、いろんな生徒さんに、まあ、こういう曲やってみようって言って楽譜をね、まあ、そのままコピーするのは有効なんで、自分で楽譜を打ち込んで、パソコンで打ち込んで、まあ、手書きの場合もあるんですけど、まあ、手書きだとどうしてもね、聞いて見づらかったりだとかすることがあるので、パソコンで基本タブ譜って作って持っていくんですね。まあ、タブであったり楽譜など、そういったものを持っていくんですけれども、まあ、どんな、楽譜ソフトを使っているのかっていうご紹介をさせていただければと思います。はい、ではじゃあですね、どんな風に使っているのかっていうところをですね、これは紹介していきたいと思うんですけれども、僕ね、ここにもう入ってるんです、これです、ミューズスコア2ってやつ、これなんですけれども、まあ、前回ちょっと作った、楽譜が出てきましたね。でこんな感じの、ものが、実は作れてしまうんですよね。でこれめっちゃこれ実は無料なんですよ。これ無料の、アプリで、まあ、僕 Mac を使って MacBook Air を使って、まあ、楽譜を作ったりだとか、そんないろんなことをしてたりするんですけれども、まあ、Windows であったりだとか、Mac であったりっていうような、ものが、パソコンであれば、使えます。ダウンロードできるとのことですので、ぜひちょっと調べてみてもらいたいんですよね。で、まあ、こういうような、ね、タブ譜を作れたり、でこういうような、まあ、臨時記号というか、調合ができたりだとか、あとはこういったね、こういう1括弧2括弧とか、リピートマークとか、まあ、普通の、ね、楽譜で書けるようなものが、まあ、全て整っていると。でこういったところに8分布2分布とか9分とか、そういったものから全部、手打ちで入力ができるというのが、このミューズスコアというアプリになります。これも僕、まあ、知人から教えてもらったんですけれども、本当に便利で、手書きだとやっぱ消しゴムで消したりだとか、いろいろ書いたりとかって、やっぱ人によってはね、書きが僕字汚いんで、ね、字が見づらかったりっていうのがあったりするんですけれども、こういうのだったらもう確実ですよね。普通にただ単に入力したい場所に、こういう感じにね、字できたりするんですけど、まあ、タイトルます。ちょっと適当です。これでどういう楽譜を作るかっていうものが選べます。まあ、もちろんこういう普通に、いろんなものを選べます。普通に、まあ、5000譜であったりだとか、まあ、ギターのタブ譜、ベースのタブ譜とか、
いろんなものが選択できます。で、僕が主に使ってるのはシーターです。あとギター、これか、これですね。ギタープラスタブラチュアっていうようなのがあって、で、まあ、これキーを選べてテンポも選べます。で、次で4分の4拍子で設定をして、何小節やりますかっていうのでここ設定できて、で完了とその後のものが出てくる。でこれ N っていうところを押すと入力モードになるので、こうやって自分が入力したいところに、カーソルを合わせて、入力をしていくわけなんですけれども、まあ、今ここにカーソルが選択されているので、ここに10フレット1弦の10フレットやりたいなってなったら1弦の10フレットで1弦の11フレット12フレットこういう感じに、入力ができていきます。13分音とかで、ここの次は、8分音符で入力したいから8分音符で12、11という感じで入力ができるわけです。で、ここの再生ボタンというところがあるので、この再生ボタンで再生ボタンを押すと、こういう風に再生をしてくれるんですね。だから非常に自分が入力したので合ってるかなどうかなっていうのが分かんなくなったとしても、ここで再生をして、あ、合ってるとか確認ができます。これはもちろん、コードを、コードを入力することができるので、10は、まあ、和音とか11とか12とかこういうので鳴らすことができます。みたいな、こんな風に使うことができる、ソフトになってます。ミューズスコアですね。普通に、Google で検索していただくと、こういうミューズスコアといって、無料で使える楽譜制作ソフトというものがあるので、ここから、無料ダウンロードをしていただけると、おそらくパソコンにダウンロードができるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんスペック等々もいろいろあると思いますので、まあ、自己責任で、ダウンロードして、使っていただければなと思います。まあ、これ僕約、ね、2年ぐらい使ってるんですけれども、特にもう何も、なんていうんですかね、使えなくなるとかトラブルもなく、使えておりますので、非常におすすめです。だからレッスンする時とかも非常に役立ってる、ものになりますので、ぜひ、皆さんも、興味がある方はぜひ試してみてもらいたいかなと思います。バンドでね、楽譜を配ったりだとか、する時とかもこういうタブ譜があるとすっごい便利なの で入力も簡単です。本当に慣れます。でもし分かんないことあると結構ネットで検索すると、いろいろネットで出たりするので、そういったところでも、解決はできるのかなと、思いますので、ぜひ、試してみてほしいかなと思います。ということで、今日の動画はですね、僕がいつも、レッスンで使っている楽譜を、楽譜の作り方ということで、今回は紹介をさせていただきました。ということで、ぜひね、ダウンロードしてみてもらいたいかなと思います。サイトの URL はですね、この概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また、他の動画でお会いしましょう。Thank you.